これもすごい今時っぽいニュースなんですけど、出会い系サイトで知り合った女子中学生15歳を約1か月間、えー、自宅に寝泊まりさせた40歳の男を未成年、誘拐の疑いで逮捕、帰宅を拒否したと否認。ってことでさ、なんかいろいろ考えさせられるニュースだよね。 出会い系サイト何か知りたいよね。なんかハッピーメールとかワクワクメールとか、そっち系なのか、チャット系なのか、それでも Tinder とか、そっち系なのか、どっちなんだろうね。いっぱいあるからね。で、福岡市に住む、え自称建設作業員のえ中村、えー、容疑者40歳。でもマッチしたわけだからね。意気投合したわけじゃん。自宅から家出したんだよね。それで、えー、家族や警察に、 行方不明届を出していた。家出していて、言つまで刺殺、ね、だってさ、なんか利害関係合うじゃん。ただの優しい人だろ。監禁したわけでもない。なんでこれが犯罪なんのか。俺もそっち。誘拐じゃんっていう人もいればね。まあ未成年っていうのが一番のネックだよね。だから、まあ性行為もしたんだろうけどさ、ね、手足を縛られる監禁はされてない。怪我もしてないって。 家に帰るように説得したが、彼女が拒否した。ね。これがさ、あの、むしろ、この、えー、中学生の親の方が、虐待をしていたとか、モラハラとか、なんか、結構さ、ひどいことをしていた。ならば、これ、ある意味さ、正義の味方じゃんと思うんだけどね。でも、逮捕ってね、この法律が全てだからね。むずいよね、本当に、これは。要はさ、親よりもさ、この40歳の方が魅力あったわけで、 変なのにさ、この親の方のもとでずっと痛くなかった、東横の子みたいな感じだよね。いてしまったらもっとね、傷ついて歪んでさ、ダメな人間つうか、精神やられて鬱とかさ、目減らになっちゃってたかもしんないじゃん。逮捕する必要あんのって、これぜひこれ不起訴でお願いしますって僕は思いますけどね。だって SOS 出してたわけじゃん、この女の子の方が。でもまあ中学生っていうのがネックだよね。でも親もね、子供だからねって思うんだけどね。っていうのが、 以上です、ね、まあそんなになんか逮捕とかなんか悪じゃないよねでも法律上は悪ってねなんかもどかしいですね以上ですどうもありがとうございました